いつきお兄ちゃん、あのね、うん、ありがとう。私外に出られないから、ね、様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど、変わった名前だけど、ハンドルネームだよ。ニックネームみたいなものかな。歌ロソフトチキを使って作曲してる人で、神様って呼ばれてるんだ。そうだったのか。でもね、最近曲を作ってないみたいなの。チキ嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから、急に曲を作らなくなっちゃったのが心配で。わかった。その P っていう人を探してくればいいんだね。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキ嫁 P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使って、いつもカフェで作曲してるって噂だよ。カフェか。うん、とにかく行ってみるよ。チキのシールが貼られたノートパソコン、いないな。マジマジマジなんだって。あれは絶対チキ嫁さんだったって。お、あの人たちは。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。いつき。ああ、人が消えたって。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ。こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、チキ嫁さん引退しちゃったのかな。俺ファンだったのにな。クロム、どう思う。まだ断定はできない。だが106神隠し、気になる点は多い。行ってみよう。106のイドラスフィアか。どうだクロム、何か感じないか。かすかに人間のパフォーマーを感じる。ん、これはどうした。わからないが、それとは別に強力な気配を感じる。一体なんだ。用心するに越したことはないな。行こうクロム。よかった、人だ。あの、すみません、ここどこでしょうか。そのノートパソコン、もしかして君がチキ嫁 P さん。
い、そうですが。まさか女の子だったなんて。俺の嫁なんて言うからてっきり。それでもチキは俺の嫁です。私の愛は性別も次元も乗り越えるんです。ああ、はい。あの、声が聞こえたんです。私のことを呼ぶような。それで気づいたらこんなへんてこなところに。ここから安全な場所まで行けるから。安全な場所、つまりここは逆説的に危険な場所ということですか？そうだね。ああ、やはりここは危険な場所だったんですか。不安だったら案内するけど。それには及びません。来たんだから帰れるのは道理です。うん。助けてくれてありがとうございます。名も知らぬ親切な人。では私はこれにて。なんか変わった子だったな。クロム？いや、ここに来る途中妙な気配を感じたんだ。どうやら気のせいだったようだ。チキ、どうしたんだろう。とにかくブルームパレスに行ってみるか。一体何をやってたんだ？あのね、笑わない？笑わないよ。絶対だよ。あのね、カルネージフォームになる練習をしてたの。どういうこと？私もみんなみたいにカルネージフォームになれれば一緒に戦える。チキヨメ P を助けに行けるって思ったの。チキヨメ P の歌聞いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。チキ、あのね、私も一緒に戦いたい。お兄ちゃんたちの本当の仲間になりたい。チキ、俺たちはもう仲間だろ。え？俺には俺にしかできないことがあるし、チキにはチキにしかできないことがある。それを補い合えるのが本当の仲間だと思うよ。本当に？私ちゃんとお兄ちゃんたちの役に立ててる？ああ、チキはここでちゃんと戦っている。うん。だからカルネージホームになんかならなくてもいいんだよ。そっか、そうだよね。うん、私は私にやれることを精一杯頑張るよ。ありがとうお兄ちゃん。